はい、今回は新千歳空港で ANA の古刹と JAL の段近に分かれている場合の、ね、動線を確認したいと思います。バスを降りるところは、まあ、真ん中の、ね、降車レーンから降りてもらって、でいつものようにセンタープラザに向かいます。最近ね、北海道はこのね、シマエナガグッズだらけですね。これシマエナガ人気で、この鳥、かわいい鳥のなんかね、お土産がやたら最近人気みたい。シマエナガさんはい、まあ、そんな話は置いといて、でこちらでね、センタープラザ着きました。今日平日金曜日なんですけどね、めっちゃ人多い、めちゃくちゃ人が多くて、でセンタープラザで一旦 JAL の人と ANA の人まとめてご案内して、まあ、ここから左が ANA ですよ、ここから右が JAL ですよと案内して、もう ANA の方は個人古刹なので、自動チェックイン機の場所と流れをご説明して、各自で、手続きをねしてもらいました。ちょっと ANA と JAL がねもうタイトだったんで、今回はね ANA の方はもうご自身でこちらの、自動チェックイン機でチェックインをしてもらって、まあ、何かあったら、連絡くださいというふうにして、解散してます。で JAL の方は段券なので、添乗員と一緒に JAL のカウンターに向かいます。私もこの ANA と JAL で分かれてたのは今回初めて、ちょっと面倒というかかなり面倒、やっぱりもうね ANA がいいわANA が楽だと思います。段券は大変、私も一回もうねあのチェックイン終わったんですけど、めちゃくちゃ時間かかりました。もうお客様、クーポン残ってるお客様はイライラするしね、もう本当にいいことないわ。でこっちがね JAL の荷物預けるところで、で気をつけたいのが、あの修学旅行専用とかなってる、あの ANA は ANA も自動チェック、自動手荷物預けなんですけれども、 ANA はあの直接機械の方で、タグが出てくるんですけれども、 JAL の場合はこの端末で、端末で添乗員からチケットもらったら、端末ここで操作して、タグを出してつけてから向こうのねレーンに流すっていう流れなので、ちょっと ANA と JAL とねやり方が違うので、私もちょっとうっかりしてて、もうチケットもらったら奥行ってまたいいですよとかって言っちゃったんですけど、一旦こちらの端末であのバーコードかざして、荷物を預けて、荷物預けっていうボタンを押してタグを出してからタグをつけて奥のレーンに流すという流れです。でこっちが団体のカウンターで、4番の端が団体受付、こちらで、チェックインとなります。なので、まあ、お客様にはちょっと広いところでね待っててもらって、今回人数そんなに多くなかったので、あの手荷物預けの前あたりで待っててもらって、待ってる間に、まあ、預けてる人のね流れ見てね勉強してくださいっていうふうに言って待ってもらいました、この辺りでね。ただ人数多かったら、ね、邪魔になるんで、あの奥あたりがいいんじゃないかなと思います。気をつけたいのは、添乗員からチケットもらっても荷物預ける人はこちらの端末で、タグをね、手荷物預けのタグを出してから奥の機械の方で預けるという流れになるということです。